その砂漠の王国は滅びようとしていた。これは国を救うためたった一人で立ち上がった王女とある小さな海賊団の物語。心配すんな、お前の声なら俺たちに聞こえてる。私にはまだこんなに仲間がいる。教えてやろうか。お前に国は救えねえ。私の夢には敵が多すぎる。それぞれの思いを胸に今最後の戦いが始まる。俺たちが死んだら誰があいつをぶっ飛ばすんだ。言ったはずだぞ、てめえのようなルーキーなんぞはこの海にはいくらでもいるとな。クロコダイル！ワンピースエピソードオブアラバスタ、砂漠の王女と海賊たち。